目黒。鹿児島県出身の高卒キャッチャー。守備や肩やリード面では不安が絶えないが、打撃面はコツという場面に強く期待できる男。同じ鹿児島の先輩ヨッキュンとよく飯に行く。北。福島県出身の大卒右腕。チェンジアップが武器の便利屋だが、チェンジアップが抜けて一発を浴びちゃう。その後家に帰ってシャワーを浴びちゃう。なんてセクシーな男。キャリックの得点圏打率が8分3厘でした。そのことを受けてちょっと変えなきゃな。てか1軍登録でキャッチャー4人いらねえんだよな。どうしようかな。とりあえずまだ十文字バーカーの方が嬉しいんだよな。なんで大室さんが下がってるかもよくわかんないしな。まだ大室さんがいた方がいいんだよな。今週はやめてほしいんだよな。勝手にキャッチャー上がってきちゃう。勝手にキャッチャー上がってくる仕様何なんですかね。これでいっか。ダイソー要員とかしてんのかな。いや、してないよな。まあ、とりあえず、キャリックを変えなきゃな。ちょっとね、8分3人はきついっすよ。どうしようかな。もう先頭バッターが一番いいんだろうな、そうなってくると。思ってこうなのか。これの方がいいのかな。これでいってみますか。キャリックついに7番に。まあもしこれでねうまくいかなかったらドンマイっていう感じで、ドンマイって感じで、5384か。お金増えねえかな。5384。うわ、破棄された。うわ、めっちゃ負けた。うわ、刀のやつ壊れた。うわ、お金増えねえ。マジか。踏んだり蹴ったりだな。そいだ。頼む、そいだ。頑張ってくれ。4484な。よし。あら。よし。あら。あら。あら、しゃいしゃい。首位中日。ちょっとお金増えたな。さあ、ちょっとテコ入れしますか。松野さんだな。一回設楽さん行ってみるか。自由契約から這い上がってきた男。菊池くんがいいピッチングしてますな。で、この辺だな。秋吉さんな。あ、腰石も良くない。どうだろう。こうなってくると関原が一番気になってくる存在ではあるよね。こうかな。で、せやかてだな。こうなるとせやかて。せやかて抑えようか。うん。あ、でも意外といっぱいもしてないんだな。ってことは、まだ、せやかては、中継ぎで頑張ってもらった方がいいな。どうしようかな。こうしようかな。さあ、またお金をちょっと増やしたいですね。誰買おうか。牛若、ストラップ。さらに蔵元追加。これが増えてくれればありがたい。42。さあ、増えてくれ。42増えてくれ。交流戦いくよ。うわぁ、全然勝てない。なんでこんな勝てない。どうにか一勝。やっぱ良くねえなぁ。やっぱり良くねえことが起こるなぁ。最下位か。ああ、まあ、お金はちょっと増えてるな。なんだろうな。あ、成果って全然抑えられてない。なんだろうな。一回見直すか、全部。一回全部を見直そう。ああ、古谷がすごい。瀬沼さんが4番っていうのも一回見直そう。全部見直そう、一回。ちょっと良くない。去年の流れを引き継いでるのに良くない。一回全部を見直しましょう。4番がもう、添田じゃないのかもしれない。打率は1は高いですけど。もう、古谷4番にせよ。単純に OPS 順に並べてもいいんですけどね。ヨッキュン1番。まあ、意外とこんぐらいの方がいいのかもしれないな。
これでいこう。これでいきましょう。いや、もうわからん。本当にわからんくなってきた。この交流戦で一気に巻き返していきたいですね。そんなこと、こんなで古谷行こう。古谷とスポドリ買ってみるか。多分古谷ノリノリだから増えると思うんだよな。4球か今。あら、もうでも活躍はしてる。いやー、勝ちきれねー。あー、勝った勝った。引き分けを。ああ、まあ増えるな。で、古谷ノリノリ、ノリノリのうちに古谷をバンバン買っちゃおう。よっけん怖いな。まあ、よっけん買っとくか、とりあえず。58。増えっかな。練習器具も買いたいから増やしたいんだけどな。うん。よしよし。よしよし。よし。まあ、交流戦どうにかちょっと持ち返してきたかなという感じはありますな。88増えてきた。結構増えてきた。そんな中でトレード以外。なんだろう。また同じやつかな。また野口かい。ちょっとマジで梅原を誰か誰か梅原をもうどっか引っこ抜いてくれ。誰か稲川君巨人くれねえかな。うち梅原っていういいピッチャーいるんですよ。防御率 99.9 のいいピッチャーだよ。どうだい、欲しいだろ。首位巨人さん、首位巨人かい阪神かと思ったよ。つえー、もう10ゲーム差離れてんのか。巻き返せっかな。キャリック買ってみるか。75増えっかな。増えたらいいけどな。とりあえず5月31まで飛ばしてみるか。勝てねえな。勝ちきれねえな。交流戦これ本当になんか6位ぐらいじゃないかな。あー、古谷ノリノリじゃなくなった。あー、勝ちきれない。梅原がどこにも引き取ってもらえない。ギータ、藤波。ギータじゃない。どこにも梅原くんが引き取ってもらえない。どうしたもんか。欲しいし、もう参ったな。もういい。ちょっと炎上覚悟で一回。梅原を。あれ成立した？ああ、成立しない。よかったよかった。梅原いたわ。成立するわけないよな。そんなトレードが。ベッページもちょっと上げるか。せやかて一回下がろうか。設楽さんが意外と頑張ってるな。どうしようかな。湿度を下げるか。ここでアンダー水を。とりあえず引き地区を一回中線に変えちゃうか。で、野手はどうだい。野手はどうだろう。怖えな。あ、でも古谷さんがやっぱりちゃんと頑張ってる。あ、でも添田さんも3割。あ、でも打線がちゃんと繋がってきたかな。打線がちゃんと繋がってきた。あっとセルマさんが思いのほか頑張ってないな。おっと、キャリックもひどいな。キャリックもひどいな、これは。どうしよう、一回ちょっとそれだったら10文字あげちゃおうか。キャリックも11本打ってるけど。どうだろう、ひどいな。ひどいはひどいな。一回下げますか。十文字がどんぐらい活躍するかで考えましょう。どうしようかな。大野さんで打線が死ぬのもちょっときついちゃきついんだよな。でもキャッチャー B はありがたいんだよな。一回これで考えてみよう。うん。そういえば打撃コーチが帰ってきたって言ってたな。打撃コーチが帰ってきたらしい。お、降格打法。いいね。これでいこう。よし。さあ、6月入りました。さあ、6月入りまして。まあね、どうしたら、テコ入れが済むのかも、よく分かってない状態ですけども、もう頑張るしかないな、っていうところですな。さあ、そんなこんなで、古谷。
古谷でちょっと追い打ちかけて1万ポイント突破いけたらすごくありがたい。これでいこう。なんだろう、ピッチャーが去年以上に安定しないな。ピッチャーが全然安定しない気がする。ピッチャーが全然勝ってないな。ピッチャーが全くなんか抑えれてない気がする。なんだろう、もう一回ガッと思い切ってみるか。もう一回ちょっとめちゃくちゃ思い切った作戦出てみるか。一回ちょっともう一回全部思い切ってみよう。もう思い切ってもうローテ全員入れ替えというふざけてるとしか思えないような、そんなことを一回やってみよう。ペッページやっぱ抑えてんな。中継ぎもだな。一回全員交代だ。うん、うん、でもこのぐらいのことを一回断行していこう。じゃないとちょっと立て返しが、立て直しができない。しかしまあこれはだいぶ思い切ったな。しかしまあ思い切ったね。17ゲーム差をひっくり返す方法はもうこれしかないと思い切ったわけですな。果たしてこれでいけるのか。さあ1万ポイントを超えました。そろそろ練習器具は買えそうだ。よし、深町のりのり。深町出てない。そういや深町出てないね。深町出すか。来た来た。しかしまあ2連勝か。2連勝どうだろう。じゃあ実は意外と成功してるのか、この奇策が。あまりにも奇策すぎるけど、まあ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 でもいいか。こんくらいのことやった方がいいね。さあスキップ、ルーキー木田。おし奇策が成功しつつある。やばい、この奇策が成功しつつあるぞ。ローテ全員入り替え、2軍ピッチャー6人が1軍ピッチャーと入れ替え。いやこれはなかなか予想も予想だにしなかっただろう。これこんな作戦で来るか。もうあいつらは何より構ってらんねえな、そう思われてそう。いやいや、しかし我々はまだまだやりますよ。勝ちますよ。おらあまりにも奇策があまりにも当たるっていう。奇策がこんなにも当たるもんか。すごいな松葉さん。ああさすがにね。でもいい勝負だ。いやローテ全員入れ替え面白いな。ゴー。おし、ローテ全員入れ替えがまさかこんなに成功するなんて。すごい、ローテ全員入れ替えすごいな。スーツグ、おーし。ローテ全員入れ替えが完全に成功してる。おーしおし、モチベーションも上がってお金が増えてる。すごいな。もうアイテム変えちゃうよ。どうしよう、なんか、なんだろう、何が今うち練習器具で欲しいんだろう。みんな何鍛えてる？ミート。ミート系が多いか。ミート買うか？ミート買うか。どうする、どうしようか。ミート買うミート買っちゃう。穴田くん、オローボール人は覚えたか。じゃあもうちょいなんか覚えようか。そうだな、ダイダマル。ダイダマルいらねえか。そうだな、中島ちミートかな。ミート買おうか。いやでもピッチャー用品だな、まず最初買うべきや。コントロールかな。とりあえずコントロール買おうか。おし、深町行け。なあ、なぜ深町打たれる。いや深町だけはこの波に乗れてない。
や、しかしこのローテ入れ替えという奇策、これが全部ハマれば面白い。おし、木田くんがめっちゃ抑えてるな。片瀬は早熟、知ってました。さあローテ入れ替え全部成功しました。さあ6月ゴムケツの方だな。何かを、古谷さん買って、ソイドさん買っとくか。さあ多分ローテ入れ替えがそろそろ見破られてくるんじゃないかなと思うんですけども、どうだろうな。マーさんぐらいあげるか。ちょっとずつローテピッチャーを入れ始めて、それで勝てればさらにありがたい。うん、バカももうなんで契約してるのか分かんなくなってきたな。バカなんでうちにいるんだろうな。もうわけわかんねえな。さあスキップ、チャラ対乗本。うん、完封負けした。ホームで完封負けって、なんか悲しいな。マーさん対田口。ああ、まあまあまあ、さすがにね。ただ、マーさん負け越してんだな。よしよしよし。OK。梅原が通算100セーブ。1000セーブはえぐいな。通算1000セーブはえぐいな。100セーブか。よしよし。田辺。おーし、鍋 OK。OK、OK。いいねいいね。なんか頑張ってきたんじゃないかみんな。目黒くん行ってみようか。さあキャリックが調子いいだな。逆に古谷さんが絶不調か。まあ、とりあえずこんな感じで。ゴー、スエス。おーし。いやいいね。ドラフト1位ルーキーの2人が、ルーキーでもないか。スエスグと木田が頑張ってるな。そろそろ深町、波に乗れ。おーし、波に乗った。しかし、まあ、打たれてる。いや、波に乗ってるな。なんだろう、ローテを入れ替えるだけでこんなに、ローテ入れ替えただけでこんなに勝てるようになるもんこれ。お、木田すごい。木田がまあ、抑える。ローテ入れ替えてこんなになる。チーム連勝記録5。すごいな。ローテ入れ替えてこんなになるんだ。もっと早くやっとけばよかった。そして今川くんがノリノリなんで使ってみますか。うん。さあ、日程表見て、アイテム買いたいな。なんか買うか。古谷引き続き古谷。多分増えると見るんだ。どうだろう。おし、OK。おし、OK。おし、OK。お金は増えてるな。順調ですね。さあできればこの辺でチャラゴー。あー、チャラ勝てないか。チャラを交代させるか。ちょっとチャラ交代でいきましょう。チャラと国吉さんかな。どうだろう。国吉さんも調子悪いんだな。古谷が取りました。チャラと誰交代にしようかな。チャラと引き地かな。意外と引き地かもしんないな。引き地でいくか。田辺、木田、末継というこの3人が活躍してるのはすごく嬉しいしありがたいよね。よし、うん。さあ、現在中日とは 4.5 ゲーム差ついておりまして、ここをね巻き返せればというか、まあ阪神までがね 5.5 ゲーム差ですか。なんで実際2位も全然ありえるこの、6連戦ですな。昨日は負けてますが、この5連勝できればかなり大きな勝ちになるんじゃないか。さあオールスター前までいきましょう。スキップ、マーさん絶不調。じゃあちょっと深町いくか。そろそろ波に乗れるだろう。というかまあ今川くんがなんかバカみたいに活躍してくんないかな。だったらありがたいけど。どう。おお、波に乗ったな。
まあ、打線に助けられてるな完全に。いやー覚醒しねえかな赤町。しねえか。7月31日さあ梅原さんトレード説も出てきましたけど、なんだかんだ梅原さんが抑えてるってことを考えるとちょっとトレードもしづらいなという感じになってきました。さあ今川くんが打ってる。じゃあ今川くん行こうか。行け田辺。ああまあでもめちゃくちゃいい試合ですね。まあいい試合だろうが勝たなきゃ意味ないっていうのはあるんだけど。さあ末継今日は大野さんで行こうかな。今川くん覚醒してくれたらでかいんだよな。これで行こう。行こう。あ、中継ぎがやられたか。そうか。連敗。連敗ね。さあ、阪神とのゲーム差が広がってきた。マーさんかな、ここで。負けられないときはマーさん。今川くん打ってくれ。意外と下の打線が繋がってこなくなってきたな。というかまあ、セルマさんがひどいな。だったらキャリック上げた方がいいか。おしよし。接戦をどうにかものに。そして劇場が最近起こんないな。やっぱ第1試合目の劇場が一番ひどかったな。倉本がアベレージ足りなかった。ということは梅谷さんに教えらんないんじゃないか。マジか。このタイミングで？マジっすか。うわー無駄な時間だった。マジでこのタイミングでかい。しっかりしてくれよ。マジか。このタイミングで、こんなことある。じゃあ、固め打ちの方がまだいいか。ちょっと一回、瀬沼さんお休みで、キャリック。で、十文字を5番に据えよう。これでいこう。ここは木田というルーキー対木田というルーキープラス今川というルーキー、これ10代のねバッテリーっていいよね。負けたか。多分5回にやられたな。5回に多分リードミスかなんかあったんだろうな。これ10代バッテリーはダメだな。ちゃんと大野さんにリードさせなきゃ。さあ、オールスター最終戦、オールスターじゃない、最終戦じゃない、最終投票結果も集計しまして。さあ、オールスター前まで行きましょうか。の前にアイテム買いまくってちょっと増やしたいな。ここでキャリックにかけてみようかな。で、アイテムか。スタミナ練習ぐらい買うか。キャリックがバカほど打たないかな、これ。オールスター前の鬱憤を晴らすがごとくバカほど打ってくれたらありがたいけど。さあバカほど打ってくれキャリックゴー。よしあ打った。すごい20安打ってすごいな。ナイスキャリック。よしよし。まあキャリックが打つよ。オールスターに出れなかったっていう鬱憤を晴らすがごとく打つよキャリックは。今日打つよキャリック。5番キャリックだよ。おーし完封勝利。さあ2連勝としゃれ込みました。キャリックが相変わらず絶好調ですな。いけ。おーしキャリックが打ってるわけじゃないけど劇場がちょっと開幕しそうになったな。危ない危ない。劇場が開幕しそうになっちゃったよ。ああ、田辺。いやー、まあまあまあ。うちはオールスター何人選ばれたのかもよくわかってないけど。末継大野。今川くんが覚醒してくれたらね、面白いんだけどな。末継大野行こう。末継今川で行こう。よし。劇場開幕しそうでしたね、またね。ちゃんと劇場が毎回開幕しそうになってるのが面白いな。
毎回開幕しそうなんだよな。開幕しそうでギリ開幕仕掛けてしないっていう。どうしようかな。深町くん、大野さん絶好調だけど今川くんの絶好調ノリノリにかけたい。さあキャリック頼むぜ。なあ、深町は毎回波に乗れない。あ、ノリノリじゃなかった。畜生。最終戦かなこれが、オールスター前の。さあ今川木田の仇は取れるだろうか。取ってくれ。うん、やっぱルーキーにリードさせるとダメかな。木田がついに負け越しちゃった。あんなに勝ってたのにな。さあオールスター前の試合は終わりました。じゃあ前半戦を見まして、我がファルコンズ一体どんな成績か見てみましょう。全部10人か。勝ち頭が4勝。結構やっぱひどいもんですね。結構ひどいもんだな。あ、でも今年は40登板に抑えられてる。だいぶ頑張ってるな。まあ、打者陣がね、やっぱり頑張ってる、牽引してるチームだから。まあ、中でもこの古谷さんの前半戦のだけで、3割4分24本、94打点はちょっと化け物すぎるな。得点圏打率えぐいんじゃない ?4 割。得点圏打率4割はすごいな。前半戦だけで94打点って、だって2位の添田君にほぼ半分だもんな。やっぱキャリック2割ぐらいなんですね、得点圏打率。ちょっと古谷が化け物すぎる気がする。首位打者下鶴。あ、でもギータに肉薄してるな、ホームランを。でもギータもひどいな。ギータも93打点はちょっとひどいな。ぶっ壊れてんな。ゲームがぶっ壊れてるわ。盗塁はうち梅谷くんが10個か。古谷と柳田のちょっと超人ぶりがすごいな。こんなぶっ壊れてんだ。ぶっ壊れてんな、2人とも。いっか。うん、うちはやっぱちょっと相変わらず、ちょっと、やっぱ投手陣に難がある。そう、そんな気がする。意外と通常レベルかな。ちょっと1位の巨人がちょっと防御率が低すぎる。低すぎる。ちょっと良すぎるのかもしれない。うん。チーム打率2割9分はちょっと化け物ですね、阪神。はいはいはい。うちは盗塁数が圧倒的に少ないな。古谷が月間 MVP と。個人タイトルは古谷の打点王ぐらいか。小村さんが頑張ってる。よし。あ、オールスター見なきゃ。そろそろ。オールスターの投票見なきゃいけないんだ。忘れてた、すっかり。ピッチャー誰もおらず。中継ぎ白村さん。ファースト添田がいて、セカンドに古谷。確かにこんなセカンドいたら嬉しいよな。94打点。2人か。去年が頑張りすぎたな。あ、3人か。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりましょう。それでは次回は後半戦からスタートです。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。